です。どうも、けです。今日もね、イフトの動画撮っていきたいと思うんですけども、本日はですね、今ね、ここのフェスティバルシーズンキャンペーンということで、これメッシがキスみたいなしてるやつなんですけども、ここのね、スペシャルログインプレゼントで、あの、ハイライト、セリエアーのクラブのかける8みたいな、アンドモアみたいな書いてますよね。で、このガチャ券が今日1枚もらったんですけど、こちら詳細見てみると、まあ、こんな感じで期間中にログインすると特別にデザインされた AC ウィランとインテルの選手が登場するスペシャル選手リストの 抽選契約券を最大8枚獲得できるということでまあこのガチャ券が毎週もらえて最大8枚でこちらガチャリスト見てみると8人いるんで全員ねちゃんとログインしたら引ける仕様になってますねで今回こちらの8名の中でまあレベマ能力値解説ランキング形式でねやっていきたいと思うんですけども今回ねこのクリスマス仕様になってのめちゃくちゃ可愛いですね季節を感じるんですが、まあ、早速レベマ能力値解説ランキング形式でねやっていきたいと思いますはい ってことで、第5位がこちらのマルクス・ティラム選手になりますね。まあ、今回ね、あの、イーフトハブで全部紹介していきたいと思うんですけども、おすすめのタレントデザインはこんな感じですね。まあ、スピシュンが92、90いったり、キック力80とか、この右の身体能力系ね、全部80超えてんのなかなかいいですよね。オフェ戦とか88で、ちょっとドリブル系もっと振ってもよかったんですけど、まあ、ちょっとね、身体能力系を上げたら、ま、あ使用感良さそうになるかなっていう感じで上げましたね。まあ、決定力もね、78ということで、ま、あここら ちょっと不安なんで、まあ、もっとね、スピシュン下げて決定力とかドリブルに振るのもありやと思うんですけども、まあ、一旦こんな感じで育成してみるのもありなんかなっていう感じですね。まあ、クイックネスをね、もっとね、ちょっと振りすぎなんで下げて決定力とか、まあ、ドリブルとか、まあ、こんな感じで振ってみるのもありかなっていう感じですね。まあ、ただ、なんで5位かって言ったら、こちらデコイランなので、ちょっとデコイランってね、僕使いにくいんですよね。まあ、個人的な意見なんですけど、まあ、人によって使いやすい人もいるかもしれませんけど、まあ多分ね、大半が使いにくい っていうような動きをするのでデコイランはねまあなんで第5位にしましたねただちょっと能力値見たらめちゃくちゃ強そうな感じはしますねマルクセティラム全然強いと思いますはいということで第4位がこちらのユヌス・ディモアラ選手なんですけどもでおすすめのタレントデザインがこんな感じですねいやなかなかねこの能力めちゃくちゃ魅力的で僕が好きなちょっと平均取れてる感じでかつちょっと守備できるみたいな感じめっちゃ好きで、まあ、CMF とまあ、右サイドハーフで使えるんですけどもまあスペシュアルンでどっちでも使って も強そうです、ね、まあドリブル能力も悪くないですしパス能力も悪くないまあディフェンスは守備意識とアグレッシブネスが70以上ビシュも90以上キック力もまあまああるでジャンプフィジコも悪くないボディバラあるスタミナ92ということでいやこれ結構。 使いやすすそうな中盤ですねまあスキルがね、ちょっとダブタとかスルーパとか、まあ、ちょっと優秀なスキルはあるものの、まあちょっと物足りないかはあるんですけども、うん、全然使える選手やと思いますね。まあこのタレントデザインのやり方やったら、平均取れて使用感良さそうなんで、一回こうやってね、育成して使ってみようかなって感じですね。うん、全然、これ無料配布は激圧っすね。めちゃくちゃ強いと思います。まあボックス2ボックスなんで、まあ守ってくれたり、攻めてくれたりもするので、ちょっと平均取ったえ感じの育成にしてみましたね。 全然強いいいと思いますはい、第3位がプリシッチですねプリシッチがですね、ウィングストライカーで、まあ、おすすめのタレントデザインがこんな感じなんですけども、いやー、魅力的なスピシュにドリブル能力ですね。まあ、決定力がちょっとウィングにしたら低い方かもしれませんし、まあ、スキルもね、ダブタコンカーってスパサブあるものの他がね、シュートスキルもないですし、うん、ちょっとヒールトリックは、まあ、優秀ですけども、まあ、マリーシアとかはどうなんかなっていう感じなんで、まあ、スキルはね、追加してあげたらいいと思うんですけども、うん、全然ね、能力見たらね、 強そうなスパサブって感じなんで、まあ、全然スパサブ持ってない人とかやったら使えるかなと思って今回3位にさせてもらいましたねやっぱりね案外スパサブ持ってない人も多いと思うのでウイングのみでしか使えないですけども、まあ、このスピシュンにこのドリブル能力、まあ、決定力も最低限の75以上あるので、まあ、使いやすいかなという感じですねうん全然強いと思いますまあそうですね右利きで、まあ、逆足精度もね、まあ、悪い方じゃないですけども、まあ、アウトスピンも持ってないので、まあ、左のウイングで使うのをおすすめしますねはい全然使える と思います。 はい第2位がテオ・エルナンデス選手ですね。まあこちらね、インナーラップサイドバックなんですけども、今回第2位にさせてもらった理由が、あ、おすすめのタレントデザインが、まあこんな感じなんですけども、そうですね、やっぱスピード99いくのめちゃくちゃ魅力的ですね。まあサイドバックで99なんで、ワンビサカーぐらいかな、ほんまに。うん、本当にこのスピシュンキック力、スタミナ、ここがね、めちゃくちゃ魅力的やなと思って第2位にさせてもらったんですけども、まあ正直ね、ドリブルとかパス数値もっと上げたけりゃ、全然こんなんね、99とかじゃなくて、 95とかでも全然いけるので、まあこんな感じで、まドリブルとかもこうやって開けてもらって、はい、まあこんな感じでね、あとはまあ位置余っちゃったからどうしようかなって感じなんですけど、まあ一旦ちょっと置いときますね。まあけど本当にね、こんなんでもめちゃくちゃ優秀なサイドバックになれると思うので、うん、めちゃくちゃ強いと思いますね。やっぱスピシュンが高いって魅力的ですよね。まあちょっと元戻すんですけど、まあこんだけスピシュンあって、まあディフェンス数値も全部80以上あったら、まあ守りきれるサイドバックかなと思いますし、まあスキル 見てもね、まあシュート系もあるんですけどもピンクロ持ってるのでまあねこのパス数値、まあ、ピンクロでなんとか助かると思うんでまあスピシュンでわあ上がっていってまあクロスでまあクロス多用する人とかやってありやと思うんですけどもまあこれ無料配布ってなったらめちゃくちゃ優秀ですよねまあ優秀なサイドバック持ってなかったらこの、まあ、スピシュン高くてねディフェンスもなかなかできること手を得るなんです選手はねいいなという風に思いますねはいということで今回第2位にさせてもらいましたはいということで第1位がバストーニですねバストーニがオーバーラップでおすすめのタレ デザインがまあこんな感じなんですけどもいや無料配布でディフェンスケイト全部9 5超はなかなかえぐいですねボールダッ95あるのもめちゃくちゃいいですしまあスピードもね8 76と、まあ、全然悪くない方ですしまあパス数値もね、まあ、地味に75以上どっちもあるのいいですしヘディングとかフィジカルとかはまあちょっとねまあセンターバックにしたらまあまあかなっていう感じなんですけどまあ身長190あるのでまあなんとかなるかなって感じですねまあスキルもねヘッダー、マンマーク、インターセプト、バックスピンロブ、スライディングタックル、エアバト とということで、まあ、ブロッカーを欲しいんですけどもやっぱりねこのディフェンス系統があるのでねめちゃくちゃいいですねこれ無料配布はセンターバックはね本当にね恵まれてない人やったら本当にこの人ガチスカ級やと思いますねまあ、スピシュンはねこれ遅そうに見えると思うんですけども全然ねセンターバックの中やったらね遅くはないと思うんで普通よりちょっと上ぐらいまあ、ちょっと早いかなぐらいまあ、早いはどうか言い過ぎかもしれへんけどうん全然使えると思いますね全然ガチスカ級やと思いますはいってことで第1位はバスト2ニでした はいってことでいかがでしたでしょうかねこのねガチャの総評というかまあ無料配布なんで総評はしないんですけどもまあこれ無料配布なんでねうん全然ね取って損はないと思うんでてか損はないでしょうはいとりあえず獲得していらない選手は GP に変換したりとかね最近 GP も、ね、必要になってきてるのでうんまあ育成する人は育成してガチスカで使ったりとかねめちゃくちゃねこれ無料配布はいいですねはいってことでいかがでしたでしょうかいつもはねこういったガチャのねランキング形式での解説とかね攻略動画とかいろいろ上げておりますよ よければチャンネル登録高評価コメントぜひよろしくお願いいたします SNS のフォローも概要欄からできますのでそちらの方もぜひよろしくお願いしますさあ最後1回引いていきましょうさあ,まあバス等に欲しいですねまあ、個人的にはねあとはプリシッチとか欲しいんですけどねさあ誰当たるかなという感じなんですけども、まあ、まずミランかインテルかどっちだろうということでインテルかなクアドラードかな うん、ランキング外の選手が来ましたね。ってことでありがとうございます。クワドラードでした。ってことで以上だけでした。また次回の動画も見ていただけると嬉しいです。それじゃあさよならバイバイ。